熱の結果出ました。得票率ですよね。トリックですよね。トリック同士戦うことが多かった、うん、じゃあ貢献度、貢献度で、ね、自分結構上げたんですよ。さあ来い負けた負けた。いや今回トリックじゃなくてトリートが勝ちましたね。僕トリックだったので負けました。そう、私は恐怖のゾンビカメラマンの仮装でパーティーを盛り上げたいと思います。すげえ仮装するぞ。なんだその仮装。ハッピーハロウィーン。はい、どうもラキです。今回行われた世界合同ハロウィンフェス、スプラトウィーンが先日、昨日をもって終了いたしました。結果なんですけども、まあ最初に出てきた通り、トリートが、2対1で勝利いたしました。で自分はね、トリック選んだんで負けてしまったんですけども、まあね、戦っててね、トリートの方が強いなって思ったことはあるんですよ。で、トリック同士戦って、貢献度ってさ、どうもらえるのかわからないけどさ、多いチームの方が、いっぱいもらってる感じはするじゃん。でも、マッチング全然しなくてさ、トリックだと。トリック全然マッチングしなかったんだよね。多分前回は、人数が多い方が勝ったと思うんだけど、まあ、今回は人数少ない方が勝ちました。まあ、もちろん10倍マッチとか100倍マッチの勝率ってのも、結構左右されると思うんだけど、貢献度ってのは、人数が多いから絶対勝てるってわけではないみたいですね。正直さ、ここまで来たらもうスーパーサザーいらないじゃん。だったらさ、マッチングしやすい、トリート派にしとくべきだったんだろうね。明らかにトリックとトリートだったらトリックの方が多いイメージあったし、ハロウィンってオレンジ色だから、オレンジ色インクみんな好きでしょ。まあ今回は自分は負けてしまったんですけども、みんなはどうだったかな？自分の感想なんだけどさ、今回イベントでハロウィン仕様になったじゃないですか。初めてなんですよね、スプラトゥーンがそういう季節のイベントに関わってくるのって。もしかしたら、もしかしたらクリスマスもあるかもしれない。ちょっとね、期待が出てきますよね。ステージもさ、イラストが加わってたり、まあ、ちょっと変わってたじゃないですか。ハイカラスクエアにいる子たちもみんなね、仮装してたじゃないですか。あれこそ本当のフェスって感じが出てるよね。あと世界共通ってのだ、あと世界共通だったから海外の人とマッチングすることが多かったかな。まあ、ちょっと回線がね、悪い相手もいたかもしれないけど、まあ、それは世界合同フェスだから仕方ないのかな。あと自分裏で48時間放送とか言ってたんですけど、結局俺15時間ぐらいしかできなくて、せっかく目薬とか湿布とか、ヒエピタですね、頭おでこに貼るヒエピタとか飲み物も結構買ってたんだけど、もうどうしようもなくて眠くて、あ、もうこのままだったら発作で死んでしまうと思ったので、ちょっと途中でやめちゃったんだけど、でも結構ね、貢献度手に入れたんですよ。40万くらいいったかな。3日通して貢献度40万くらいもらった気もする。結構ね、数はこなしましたね。100倍マッチが来なかったのが少し残念だったんですけども、10倍マッチ、何度か勝たせていただきました。まあそんなこんなで、この動画ももう終わってしまうんですけども、次のね、フェスはまあいろいろ、コシアンとかツブアンとか、まあしょうもないフェスも結構あると思うんだけど、また世界共通のフェスっていうのがあると思うから、またそれを楽しみにしてね、期待していったらいいと思います。ということで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。